縦に仕掛ける、勝負する、長谷川、深いところからマイナスのクロスか、押し込んでゴール決まった、山根移籍後初ゴール。長谷川選手のこのクロス、中にこうですねドリブルで仕掛けていって、グリーンになったところでかなり強い、クロスでしたけど、それこぼしたところでしっかり落ち着いて、ゴール入れましたね。シュート性のクロスだったですよね、はい、これはさすがの上福本もね、まあ、抑えきれなかったですね。そうですね、ちょっと弾くんだったらもっと強く弾きたいところだったと思うんですが、